そう、僕初めて地震警報を聞いたんですよ、電車の中で。ビンクインクインってやつ。そうそうそう、うんうん、あの電車が止まって、銀座線の赤坂見附かなんかあったんだけど、うんうん、でも電車が止まってみんなの携帯が一斉に鳴り出して、わあすげえすげえと思ってすげえ驚いてキョロキョロしてんだけど、うん、みんな超普通なの。もう慣れたね。だから えっていう、その驚いたのと同時に、うん、驚かない人たちにも驚いちゃって、うん、もう僕一人でええってなって2段階で驚いてたのよ。いやさ、もうなんかえこれドッキリみたいな。もう5年ぐらいですよ、もう。だから僕初めてだったからさ、みんなが驚くはずなのに驚かないということで、えこれ何カメラでもあるのドッキリなのみたいな余計にその状況判断ができなかったの。あれはでもびっくりするよね。大陸は地震ないんだもん。島国に住んでるとか、イタリアのごく一部ぐらいですよ、地震が頻発してるのって。ああそうなんだ、そんなになんだ。ほら地震ってさ、その地層がこう、うん、重なり合うところで起きるわけじゃん、うん、でそういうところってその火山とか温泉とかあるんだけど、うん、基本火山なんかねえから、うん、近所に。世界の火山の 7% が日本でした。少ないじゃん